モンスターボールから出る圧倒的雑魚ポケモンランキング第5位マルマイン。爆発するだけ。一応投げられるらしいけど、みんな危なくて近づけないから投げられるという事実はあまり知られていないはず。第4位パルキア。画面を逆さにする害悪ポケモン。正直誰も得しない。これには思わずパルキアのバカ野郎と言いたくなってしまう。一応パルキアに当たるとダメージが入る。第3位ナッシー。ステージを分断する。膠着状態を生み出し、ただただ時間が過ぎるのを待つだけ。こいつが出て喜ぶのはスティーブくらい。アイテムが自分の方に落ちてくるように祈る。第2位ミュウ。出てきて何かすごいことをしてくれる雰囲気を醸し出しながら、実は何もやっていない。放課後に掃除している雰囲気出しといてサボっている器用なやつと一緒。なんとなくレア感あるから憎めない。第1位トサキント。満場一致のザコ。ザコという漢字に魚が使われているのはこいつから由来しているのかもしれない。トサキンという声を聞くたびに、モンスターボールを拾った時間返せと思ってしまう。